持長高嶋に1月9日から2019年4月8日は日本の官僚、自治事務次官を務めた宮崎県出身、東京大学法学部。1957年に自治省へ入省。1961年、選挙局選挙課。1962年、大分県統計調査課長。1964年、大分県委務課長。 1967年、大分県総務部財政課長。1985年、大臣官房審議官。1986年、実地大学校長。同年9月、大臣官房長となり、1989年6月30日に財政局長。1990年より、自治事務次官に就任。翌1991年面間となる。 自治体衛生通信機構理事長、日本宝くじ協会理事長を経て、1999年6月10日、地方公共団体金融機構に在籍して養殖に就いた。2004年に地方公共団体金融機構から離職した。2010年、宮城県大崎館内の補助整備をめぐる農業農村整備懇和会へ有識者として出席し、その後は、 地方財務協会会長やマイナンバー情報管理士協会名誉顧問を務めている。また、日本クラブ会員でもあり、同理事を務めた。2006年、随法、茂光明受賞。2019年4月8日に、肺炎のため、横浜市内の病院において死去した。84歳ボー信の4位。父は、北海道庁長官を務めた、持長義男。 兄は、元衆議院議員の持長和美、老いは、持長哲氏、子に、国土交通省関東運輸局長を務めた持長秀樹がいる。ありがとうございます。